はい、皆さんこんにちは。今回何に関して言及させていただきたいかというと、今話題となっている新型肺炎コロナウイルスに関して、言及させていただきたいと思います。奈良在住のこれ日本人男性で60歳の男性が新型肺炎感染ということで、中国武漢の渡航歴なしという件に関して、これに関してね、関テレ、関西テレビの、記事を読ませさせていただき、その後解説させていただきたいと思います。新型コロナウイルスの肺炎で中国武漢への渡航歴がない奈良県に住む60代の男性が感染していることが分かりました。奈良県などによると、新型コロナウイルスに感染した、県内在住の日本人男性60代は、今月14日から悪寒や咳、関節痛の症状があり、17日に病院を受診したものの異常はなく、25日に再度病院を受診して、ね、入院しています。男性の、ね、部下への渡航歴なく、バスの運転手として合わせて9日間大阪と東京の間で武漢からの、ツアー客60人を、乗せていたということです。ということで、これバスの中でね、感染していた可能性が高いということで、ございます。やはりこの人から人への感染では認められているということなんだけど、まあこのなんというかな、バスの運転手の方もね、やはり業務とはいえね、仕事とはいえね、やっぱ大変だったなって感じがします。やはりそのこれ病院のお医者さんもそうなんだ、看護師もそうなんだけど、医療に関わる人もそういった感染者と接触するして自分が感染する可能性があるわけじゃないですか。その中やっぱりこういった感じで業務でね、どうしても仕事でということであって、日本人がね、まあ感染してしまったということで、まあとにかく早期のね回復を願っております。その中でやはりそのうがい手洗いね、これまあ今日のテレビでも言ってましたので、お医者さんにも結構いろんな人に聞いて、やっぱり、最善というか、やっぱりものすごい効果があるかって言ったらどうなのかわからないんだけど、とりあえずうがい手洗い、なぜかというとこの菌がついた時に、この菌がついた状態でっていうのがやっぱ良くないので、うがい手洗いはもちろん徹底しないといけないです、これはね。で、手洗いして、で、まあ、あるお医者さんはその飲むを飲んでね、炭酸水を飲んで出してしまえっていうふうに言ってるお医者さんもいます。だからまたちょっとお医者さんによって見解も違ってくるんだけど、いずれにしてもあの殺菌ね、手洗いっていうのは重要かなって感じがします。バイ菌、菌がついてるので菌を殺菌する、除菌する、これがやはり重要なことなのかなって感じがします。そして、うがいで、マスクに関してもね、これも結構重要です。あのマスクするときっていうのは ここまでじゃなくてね、鼻から入ってくることなので、ここ鼻まで覆い隠す感じ、こうしないとダメです。で、できればそれっていうのもかちょっと薄いじゃないですか。でもあんまり厚くしちゃうと息ができなくなっちゃうのあれなんだけど、 100% のじゃあマスクが防御ができるかって言ったらそうでもないと思うんだけど、してるとしないとでやっぱり全然違ってくると思います。これはもちろん風邪ひいた人、もちろんこの新型肺炎コロナウイルスにかかった人がやっぱりする、そして双方がすることによってやはりこれは、感染を防げるのかなって感じはします。ということで今回ね、痛々しいというか、まあ、こういうことありえますよね。で、まあ、中国では、まあ、27日からね団体客を、禁止してるわけだけど、まあ、中国の人の中にはね、やはり日本の医療、中国の医療と日本の医療っていうのはやっぱりかなり違います。やっぱり日本の医療の技術が高いですね。その中であえて日本にね、解熱剤でも下げて日本の医療を、受けに来る、方々もいるんじゃないかなって感じはするんです。で、その中でまあ一時期問題となっていた外国人による医療の未払いなんかもありますけど、そういった問題もね、しっかりとじゃあクレジットカード持ってるか持ってないか、保険が加入してるか、そういったところでもし加入してないならやっぱりそうやって受診させるべきではないのかなって感じはするんだけどね。ただまあ日本人の場合はね、そういったところがしっかりしてるので、なかなかそういうところは断らないのが、他国民とは違うところなのかなって感じはするんだけど、いずれにしてもね、やはりまあ法人がねチャーター便で出して、全ての方がとりあえず問題なく、今の段階で問題ないということで帰ってこれるということでねございますけど、いずれにしても、今ね、今後ねさらなる拡大をねしないことを願ってます。中国国内ではやっぱり実際数値も隠しているのもあると思いますので、これから感染者死者ってどんどん伸びていくと思います。感染者が増えて、まあ実際増えているのも事実だと思うしね、その中で亡くなってくる人もいると思うのでね、いずれにしてもまあこれはしばらく、今1月終わりですけど、2月、3月、春ぐらいになってからやっと落ち着いてくるんじゃないかなって感じがするんだけどね、早期のね回復を願ってます。